Thank you.
機嫌いかがですか。神保明です。このビデオでは 4-way independence 4本の手足の分離独立に焦点を当ててお話をしてみたいと思います。私がインディペンデンスについて意識しだしたのは比較的最近のことで、アフロキューバンリズムの探求と深く結びついています。アフロキューバンリズムはポリリズム、すなわち何人かのパーカッショニストが異なったパターンを演奏し、それらが組み合わさって一つのリズムを作り上げています。このリズムをドラムセットで一人で表現できないだろうか。これが私のインディペンデンスに対する基本的な考え方です。それでは最初の練習パターンを紹介しましょう。 Hi, I'm Akira Jinbo. On this video, I'd like to focus on the four-way independence. I'm gonna demonstrate my ideas and approaches. Please enjoy.カウベルでキープしながら、右足でトゥンバを、左足でトゥースリーのソンクラーベを踏みます。クラーベについてご存じない方は、同じ DCI から出ているイグナシオ・ベローアのマスタリングチ・アート・オブ・アフロ・キューバン・ドラミングをご覧になることをお勧めします。次に左手を加えます。カウベルのパターンを少し変えてみましょう。これができたら、両足のパターンをキープしながら、両手を自由に動かせるようにします。次に左足でルンバクラーベを踏めるように練習します。ソンクラーベとルンバクラーベの違いがお分かりいただけたと思います。この左足のルンバクラーベをキープしながら、右足と両手を自由に動くようにするわけですが、私はまず右足の分離からトレーニングを始めました。これは自分の好きなタイミングで右足のアクセントを入れることができるようにする練習です。同時にベースドラムのパターンのいろいろなバリエーションを試してみました。
この段階まで来ると左足は無意識のうちに動くようになります。次に両手も分離させます。次に左足のかかととつま先を使う奏法についても触れておきたいと思います。これはキューバのドラマーの演奏からヒントを得て始めたものです。この奏法を使うとクラーベを踏みながらハイハットのオープン・クローズが可能になります。バリエーションとして次のような踏み方もあります。次にこのような速いテンポでクラーベを踏んでみます。これはコンパルサと呼ばれるキューバのリズムで、左足で 3-2 のルンバクラーベを踏んでいます。ベースドラムの2つ目の音にアクセントをつけるのがポイントです。では両足のパターンをキープしながら両手を分離させてソロを取ってみましょう。8分の6拍子のリズムについても触れておきましょう。3連の跳ねるフィーリングが基本になります。左手でカウベルのパターンをキープしながら、右手の1つ打ち、2つ打ち、3つ打ちを組み合わせて自由に演奏できるように練習します。最近ではこのカウベルのパターンを右足でキープする奏法にもチャレンジしています。これ以外にも 4-way インディペンデンスを使ったリズムをいくつか演奏してみます。
これをご覧になって、自分にはとてもできないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、例えば皆さんが初めて自転車に乗った時のことを思い出してみてください。乗るまでは大変ですが、一度乗れてしまえば、あとは無意識にバランスを取ることができるようになります。ドラミングにも同じことが言えます。要するに、乗ってしまえばよいのです。一度乗るコツを覚えてしまえば、今まで複雑だと思われていたパターンが意外にも簡単に演奏できることに気づかれるはずです。まずは最初に紹介した練習パターンから始めてみてください。
最近ドラムセミナーなどでよく受ける質問の一つに、どういう練習をしたらよいかというものがあります。そういう場合、私が昔よく練習したパターンを紹介したりもするのですが、それがその人にとって役に立つものであるかどうかは、実は自分でもよくわからないのです。10人のドラマーに聞けば10通りの答えが返ってくるでしょう。ということは、ドラムを演奏する上で絶対にこうしなければいけないということは実は何もないのです。自分の思うようにすべきなのです。なぜならば、ドラムを演奏すること、楽器を演奏することは自分を表現することだからです。では最後に、ドラムトリガーシステムヤマハ DTX を使ったソロパフォーマンスをもう一曲演奏してお別れしたいと思います。またどこかでお目にかかりましょう。 Thank you very much and see you again.